いやー、老若男女のみんな、まさとです。ということで、この動画はラジオ動画になります。まあ今この動画が上がっているのが1月の何日になっているのかは分からないですけど、まあね、ゼルダの伝説スカイウォードソード HD の実況が最終回まで上がった後にこの動画は上がっていると思います。僕はね、今現在入院中になっていて、まあ、1月の6日からですね、入院をしていまして、ちょっとね、まあ、足の手術、僕は、2年前2019年の6月に粉砕解放骨折をして、まあね、ちょっと事故にあって粉砕解放骨折をして、それからずっとね、今日まで一応療養生活を送ってきているんですけれども、まあね、左足を粉砕解放骨折した結果、足首のね、関節がちょっとうまく曲がらなくなってしまって、まあ常につま先木立ち状態みたいな、かかとを地面につけることができないガッチガチに固まってしまって、それでね、非常に不自由しているんですけど、今回は、まあ歯の矯正みたいにワイヤーを足に入れて、ちょっとずつちょっとずつその足が曲がるように矯正していくという、ちょっと大きな手術、まあ何ヶ月もかけて、それを矯正していくという大きな手術をして、まあ、その、つけるね、金具が外れるまで、矯正用の金具が外れるまでに、まあ、2ヶ月ぐらいはかかるんじゃないかということで、まあ、3月中頃か、下手したら末ぐらいまで入院ということで、ちょっとね、まだね、ポケモンプラチナの実況や、まあ、シャニマスのアンティーカの実況、そして、サイスタのね、いろんなイベントの実況など、やりたいことはいっぱいあるんですが、ちょっと一旦休止ということで、お休みということになってしまいます。本当にね、もうね、僕がこういう理由でチャンネルを休むのは、もう3回目なんですけど、まあ、1回目はね、花嫁フレデリカの後、まあ、その時は事故にあったので、こういうお知らせ動画は出せないまま、シンプルに3ヶ月ぐらいチャンネルが止まっていて。で、まあ2回目は、フェスリアムを、動画を出した後、フェスリアム、周年の、だから5周年かな？5周年リップスガシャ動画を出した後に、また、そうですね、2ヶ月ほど入院。そして、今回ということになって、まあ、たびたびね、もう、間を空けているので、まあ、その、昔から僕のチャンネルを登録してくれてる人からしたら、ああ、またかと、慣れっこだと思うんですけど、まあね、ちょっとね、今回は、サイスターやバディミッションなども含めて、結構ね、新しく見てくれる方がちょっと増えたタイミングだったので、いや、こいつ、何ヶ月もチャンネル止まるのかよ、もういいや、って思う方もいらっしゃるとは思うんですけれど、まあ、必ず帰ってきますので。まあ、また数ヶ月後、まあ春先ぐらい、4月頃ぐらいに、ああ、そういえばあいつ何してんだろうって思い出してくれたら嬉しいなって感じです。ということで、いつも動画を見てくださっている皆さん、本当にありがとうございます。みんなのおかげで楽しく YouTube をやれてるし、まあね、入院手術頑張って帰ってきて、また動画投稿、まあペースはちょっと落ちるかもしれませんが、やっていこうかなと思っていますので、その時またお付き合いください。いやー。ちょっとね、もう最近怒涛の、なんか一日に動画4本出したり、全く出さない日があったりとかで、なんだこのチャンネルって思った人もいると思いますけれど、まあこういうね、入院をするので、できるだけちょっと、バタバタ入院準備や、ね、いろんなことをやこなしながら、でも動画を出せる時にブワーって出そうっていう形でやってましたので、ちょっとね、その辺は、お見苦しかったかもしれませんが、今、チャンネルを登録解除せずに、これを見てくださっている方、そして、まだ登録してないけど、見ている方とかもいらっしゃると思いますけれど、皆さん本当に一人残らず、ありがとうございますということで、まあ、あんまりね、長々と喋っても、あれだかなと思いますので、この辺で、また、2ヶ月後、春先にお会いしましょう。いつもありがとう。またね。